2、請求書等の意義。請求書等とは、次の書類及び電磁的記録を理由。括弧1、事業者に対し、課税資産の譲渡等、括弧、消費税が免除されるものを除く、括弧閉じ、を行う適格請求書発行事業者が、その事業者に交付する適格請求書、または適格簡易請求書。括弧に、事業者に対し、課税資産の譲渡等、括弧、消費税が免除されるものを除く、括弧閉じ、を行う適格請求書発行事業者が、その事業者に交付すべき適格請求書、または適格簡易請求書に変えて提供する電磁的記録。括弧3。事業者が課税仕入れ。括弧、適格請求書発行事業者が行う。課税資産の譲渡等。括弧、消費税が免除されるものを除く。括弧閉じ。に、該当するものに限るものとし、適格請求書の交付を免除されるものを、等を除く。括弧閉じ。につき、作成する。仕入れ明細書等で、一定の事項が記載されているもの。括弧、その課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。括弧閉じ。括弧4。事業者が課税仕入れにつき、媒介等にかかる業務を行う者から交付を受ける請求書、納品書等で一定の事項が記載されているもの。括弧5。課税貨物を保税地域から引き取る事業者が税関庁から交付を受けるその課税貨物の輸入許可書等である場合。丸1。所轄税関庁。丸2。課税貨物を保税地域から引き取ることができる異なった年月日。括弧、中3。括弧閉じ。丸3。課税貨物の内容。丸4。引き取りにかかる消費税の課税標準である金額。消費税額及び地方消費税額。丸5。書類の交付を受ける事業者の氏名または名称。3。留意点。括弧1。上記の課税資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡等を除く。括弧2。上記の課税仕入れからは、特定課税仕入れを除く。